AKB とか。いや、そんな有名じゃないの。横浜ライドル。横浜ライドルだ。あ、そこにいるの。裏のメイクで。
で、はい、なんかあれなんですよね、アシスタント MC は毎回このあのかわいいパークのアシスタント MC は、はい、な何で勝ち進んできたんですか。チアーズさんというアイドル応援アプリの中から、ね、はい、これすごいことなんでしょ。なかなかだって勝ち上がれないもんなんでしょ。どうなんですかね。でも断トツで勝ってきましたから。そうか、常に勝ってるからあんまりそういう感じじゃないか。そんなやらしいこと言わないでください。やれば勝つしみたいな。なんか何万何十万いいねとかもらって、そういうね、なんか星とかね。そうですね。どこかがハートでしたけども。応援するハートとかを送ってもらってもやって勝ち上がってきてる星がいますから。はい、そうです。僕たち5年間 MC ここやらせてもらってるんですけど、はい、アシスタントで2年連続できて、しかも2日連続できてるのはあなた初めて。ありがとうございます。本当に立派なことでね。でね、あの、はい、ついにですね、やっぱね、はい、2年連続で司会一緒にいたんでね、はい、だいぶ洗脳ができましたね、はい、ボーダーとこのバンダナをつけさせることに成功しました。鏡のついに成功しましたよ。染めてやったぞ。ちょっとでも、なんか芸人に見えますかね、私。芸人には見えない。それででも石川が帰ったら引かれるからやめた方がいい。そうなんですか。すぐ取った方がいいよ、それは。わかりました。石川が引かれるね、はい、まあ、でも今日はこの感じでやりましょうよ。じゃあ3人でね、はい、頑張っていきましょう。引かれると思う。じゃあ俺ら問題じゃん。そう、でもいいじゃないですか、なんか、はい、ね、はい、3人揃った感じで頑張っていきましょう、はい、はい、というわけでですね、はい、もう間もなく11時からですね、オープニングアクトですね、本日のトップバッターです。トップバッター始まります、はい、セラサスボーカリストワークスさんが始まりますけども、はい、その前にですね、うん、先ほどよりもちょっと人も増えましたので、はい、ちょっと初注意なんかありましたらちょっと先にお願いいたします。はい、はい、それではまずゴミに関してなんですけれども、はい、まずゴミは必ずお持ち帰りをお願いしております。そうですね、公園ですからね、すいませんね。そうなんですよ、はい、ですが、ゴミ箱もステージ後方のベンチの休憩所の周りに、うん、あのゴミステーションも用意しておりますので、もうね、芝生とか入っちゃったらすぐあるんですよ、はい、すぐ見えますかね、はい、はい、なのでその際分別ですね、はい、分別もお願いしますね。お願いいたします。すいません、はい、了解します。よろしくお願いします、はい、そして喫煙所についてなんですけれども、喫煙所ステージ向かって、うん、なんですって。毎日やってますね、3日間、うん、はい、そのと抽選会に応募の仕方なんですけれども、うん、仕方は500円以上、この出店している店舗でのご購入をしていただくと、うん、スタンプを押してくれるらしいんですね、うん、はいはい、それをパンフレットですよね。あ、そうです、そうです。パンフレットに、3つ集めることができた方には、うん、はい、インフォメーションテントの、はい、設置してある抽選ボックスの方にそれを入れてくれると抽選完了となります。そう、パンフレット持ってる方、あっ、一番裏面の一番下ありますよね、3つスタンプ押すところ、ね、そこにぜひ押してもらってください。お願いしますね、皆さん。なんだかんだね、多分買うと思うんでね。いや、そう、これね、どうせ当たんねえだろうと思ってね、やらない人いるんですよ。そうなんですよ、はい、それでね、毎回ね、結構な確率で当たるようにできておりますので、はい、もしよければね、入れちゃった人ね、結構当たる確率ありますから、はい、ぜひ入れてください。ぜひぜひ。ただ抽選会はね、このイベントが終わって夜だから18時くらいかな、多分それぐらいにありますね。そのときはまたね、その後どこに行ってもいいですけど、そのときは絶対入れた人は集合してください。お願いします。はい、はい、そしてさらに、あちらの桟橋付近におきまして、はい、全力50というイベントを開催しております。これはですね、もう全力で 50m 走を走って、うん、すごく正確な機械で測ってもらえるというイベントなんですけども、ね、シンプルに 50m 走を測るっていう、はい、これね、結構行列できるんですよ、本当に毎年。だからなかなか並ばないとできないんで、空いてる時見つけたらやっちゃった方がいいですね。去年我々走りましたからね。はい、走りました。走りました。今日行きますか。今日行きましょう。今日カホリンじゃあ一人。なんでですか、一緒にお願いしますよ。これだけ行け。なんでですか。急に冷たくなる。さっきも一緒に。どうしたの。無理で、キャタツムリ、うまい、うまくない、うまくなかったですね。あ、ありがとうございます。優しい。優しいですね。優しいね。あん
な優しい人最善に来ればいいのにな。なんで遠くにいるんだ、あんな優しいの。ずっと話すのでしょ。U1 グランプリっていうのをやってまして、はい、今回3日間でですね、うん、どこのブースの、店舗さんがフードブースね、はい、一番評価いいかっていうので皆さん買ったら投票権もらえるんで、それでどこの店がいいか投票してあげてください。嬉しかったら投票してください。そうです。で最終日にですね発表ありますんで、そちらの方ご協力よろしくお願いいたします。はい、あとさっきもね謎解きイベントのちょっと告知したんですけど、もうやってる人結構いましたね。いましたいましたいました。はい、謎解きガールがいましてですね、謎解きガール今ね手を挙げてる、新聞ね抱えてるやってる方、あれ謎解きガールって言いまして、ヒントくれますんで、ヒントくれるんでね、はい、謎解き、パンフレットの後ろに書いてある謎解き、うん、ぜひやってみてね、わからないよって思ったら、あの方を探してですね、ヒントを聞くといいですよ。捕まえてね、いろいろ教えてくれますからね、はい、ちゃんと、ソフトドリンクがプレゼント、ね、だからいろんなイベントやってますからね、はい、一日楽しめると思いますのでね、ぜひね、はい、楽しんでください。さあ、というわけで、はい、じゃあもう早速、トップバッターからいきましょうか。はい、それでは